皆さんこんにちは、しおりみチャンネルのしほとりみです。はい、というわけで今回はね、もうすぐ4月新学期ということで進級しますね。で、今回はね、すがすがしく5年生、3年生を迎えたいということで、筆箱の中身を整理していきたいと思います。やっていいですかね。私はもうこれを移し替えるだけなんで簡単なんですけど、意味一回全部出す。やばい、何これ全部入ってる。やばい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 。え、何これ、なんでこんな入ってんの？何それ？お手紙。コップが箱に入っています。してる。これもしてる。すごいね。よく書くね。ティッシュ。ティッシュ。ティッシュって書いてある。何これ。何これって。何これ。遊べる日だって。遊べる日をメモったの。そんなの分かってんの。私もそろそろ入れ替えちゃうね。うん、入れ替えるのは簡単だから。これを入れて。いらないです。こっち消さ入ってた。これに見してない。何それ？パックンチョ。なんで？パックンチョやってみてよ。パックンチョ。あ、しーちゃんもう終わったの？もう終わった。つながり。いや。早くない？終わった。可愛いでしょこの筆箱。見てこれ漢字用の。これでね、新学期迎えます。これ漢字用の。待って、漢字用の鉛筆とかあるの？ある。うん。だってこれね、濃いんだもん。あ、書きやすいって。そう。キャップ作った。キャップ作った。そう。あ、そう、手作り。そしたらね、ここがとんがりすぎてね、ここブシュッと穴開いた。じゃあみんなにね、うん、これ本当にさ、シンプルだと思うのって私にすごい聞かれるの。うん、うん、シンプルだよねこれって言ったらね、いや全然シンプルじゃないからすごいね言ってくるの。シンプルだと思うよね。ね、うん、思うよね。思うよね。なんだ。裏も。やばい、裏も汚い。リバーシブル。そうだよ。なんかストロー。ね、待って、どんだけさ、まだ鉛筆とか出てきたんだけど。ね、鉛筆何本持ってってる。また消しゴム出てきたんだけど。待って、ギャップ5個もあんの？今からね、教科書とか入れてね、新学期の準備をしていきたいと思います。はい。連絡帳とか入れていきたいと思います。はい。ね、このファイルめちゃめちゃいいんですよ。このファイルめちゃめちゃ良くて愛用してます。入れて。耳も。めっちゃね、スカスカ。ここに教科書とか入るから、5年生の。やばい、私も5年生だ。3年生の教科書でもさ、パンパンにならない。3年生から理科と社会増えるからね。あ、増える。総合とかも増えるから。理科って実験？嘘、ないの？え、道徳みたいな。総合は自分の好きなものを調べられる。地球温暖化について調べます。風、緑、水みたいな。なんかそういう木とか緑。選べる空気とか。そっか、筆箱入れ忘れてた。初日から筆箱忘れるってやばいわ。じゃあね、簡単にこのランドセルを紹介していきたいと思います。はいよ。こちらのランドセルはね、パール素材と色と大きさをカスタマイズできるランドセルが作れるようになってます。はい。はい。これはセミオーダーなんだね。そうなんですよ。全部オーダーじゃないんだけど。そうね。いいよね。ここに名前とかが入ります。この名前以外にも英語とか星とか音符とかもつけられるので、めっちゃ可愛くなるんですよ。英語にしたらすごいおしゃれになるし、絵文字つけたらめっちゃ可愛くなるんで。で、ランドセルの色はね、全部で7色。私のがね、ジュエルローズで、ゆみのがジュエルブルーです。はい。しーちゃんのね、蓋の裏はハートプラスピンクです。ストライププラスアイリスっていうね、紫っぽい色です。大きさもね、2種類選べるんですね。そう、ここのね、教科書とか入れるところの大きさが10センチと 12.5 センチ。ワイドタイプとスリムタイプがあります。はい。あとね、横と刺繍のデザインが選べて、はい。はい、リミノがスイートハートという。ハートだらけ。めっちゃ可愛いよね。うん。で、私のがエンジェルティアラです。はい。可愛くない？めちゃめちゃ可愛いよね。綺麗だよね。横とあとここ。今刺繍が入ってます。めっちゃ可愛くないですか？統一感があってめっちゃ可愛いです。刺繍の3点でここのポケットも3種類選べる。あ、私はティアラだ。こんな感じで。でちゃんと鍵もねつけれるとこがあって、働きに出てる。ご家庭でも大丈夫だ。あ、私も持ってる。リボン。レミナはリボンです。こちらがラウンドフルールというね、いうやつになってます。はい。背中はベビーブルーとベビーピンクです。はい。赤ちゃんの水色。耳がつけてるね、このふわふわのやつもあるんで。ちょっとつけてみようかな。せっかく可愛いんだけど、うん、優しそうだし、はい、やってみます。はい、リミはやらせてあげよう。はい、ということでね、パパに変えてもらいました。はい、こんな感じで。絶対ふわふわじゃん。おそろ。重い荷物でもなんか肩を守ってくれそうな。全然痛くならなそうな。すごいね、ふわふわした感じのベルト。パパ乗っけてもね、大丈夫。ママ何キロ？ねえ、おしくらばあちゃん。すいません。手箱もね、準備できたしね、この可愛いランドセルも背負って、新学期も頑張るぞ。ああ、グッバイ。バイバイ。今日ね、不思議。本当に入れてないよ、それ。かっこつけてるけど。